カイドロイドはアンドロイドに対応したソフトウェアリポジトリおよびアプリケーションストアである。Google プレイと機能は類似するが扱っているのはフリーかつオープンソースのソフトウェアのみである。配信アプリケーションはカイドロイドのウェブサイトで見ながらインストールできるが、クライアントアプリケーションから直接インストールする方法もある。クライアントアプリケーションはインストールした回。 ドロイド配信アプリケーションを自動的に更新することもできる。また、ウェブサイトでは全配信アプリケーションのソースコードがダウンロードできるようになっている。ユーザーは登録や広告、ユーザー追跡といった嫌われる機能があるアプリケーションに悩まされることもフリーでないソフトウェアに依存する必要もない。かドロイドサーバーを動かしているソフトウェアはフリーソフトウェアなので、 誰でも自身のアンドロイドアプリケーションリポジトリをセットアップすることができる。カイドロイドにおけるアプリケーション投稿数と開発者数の月別推移2010年にキーラン、カルトニクスによって設立。クライアントはアプテイドのソースコードからフォークされたものである。このプロジェクトは現在イングランドのヒエリー組織であるカイドロイドリミテッドが手掛けている。 完全フリーソフトウェアアンドロイドオペレーティングシステムであるレプリカントではイドロイドを規定かつ推奨アプリケーションストアにしているフリーかつセキュアのアンドロイドアプリケーションスイートであるザガーディアンプロジェクトも2012年初頭に自身のイドロイドリポジトリで動作できるようにした同年フリーソフトウェアファンデーションヨーロッパがプロプライエタリーソフトウェアのプライバシーとセキュリティのリスクを 啓蒙するフリーユアンドロイドキャンペーンの一環として、カイドロイドを紹介した。また GNU プロジェクト30周年を記念して、フリーソフトウェアのさらなる利用を推進するイベント、GNUAD でもカイドロイドが紹介された。2014年11月現在、カイドロイドリポジトリにあるアプリケーションは1400タイトル以上であるが、 Google Play ストアのそれは130万タイトル以上である。このプロジェクトにはソフトウェアに関する複数のサブプロジェクトがある Get It On 回、d トイト、ドロイドロゴカ回ドロイドのクライアントをインストールするにはユーザーは Android の設定で提供不明元のアプリのインストールを許可し公式サイトからアップックをダウンロードする必要がある。Google Play デベロッパー販売 配布契約書の競合禁止条項に反するため、Google Play ストア経由でのインストールは不可能である。これは Google Play で Amazon App Store アプリケーションの配布を禁止しているのと同じ条項である。バージョン0.66ではインストールしたアプリケーションを Bluetooth を使って他の端末と共有できるようになった。この機能はインターネット接続に依存する必要がなく、 メッシュネットワーク環境下でテストされている。ありがとうございます。